アレマン人はドイツ南西部のライン川上流地域を厳重地とするゲルマン人の部族連合。アレマンネ人、アラマンネン人、アラマンニ人とも表記される。ドイツ、ドイツの、ドイツ語、ドイツ人を意味するフランス語のアレイモニア、アラモーンはアラモーン、スペイン語のアレイモニア、アレマン、ポルトガル語のアラモナ、アリオの由来になった民族名である。 3世紀から6世紀にかけてのアレマン人の活動範囲及びローマ帝国との交戦地期前後にスカンジナビア半島あるいはユトラント半島から南下しローマ帝国の皇帝アウグストゥスが遠征させた将軍ウアルスとのトイトブルク森の戦いでなおと泥かしたゲルマン部族連合の名手だったケルスキー族首長のアルミニウスの参加に属したランゴワルド人と共に ゲルマン系の連合部族の一派に遡るという。このゲルマン系民族は後に東部ドイツのエルベ川の流域に移住したと伝わる。3世紀中頃からたびたびローマ帝国領内への侵入を試みた。皇帝がィエヌスの地勢にはローマ帝国がライン川及びマイ川の流域に防壁を設けていたためエルベ川から民族移住して リーメス内への居住が認められ、ライティアを経て一時は、アルプスを越え、イタリア本土への侵入も見られたが、続く皇帝、クラウディウス・ゴティクス・地下の268年のベナクス、この戦いで敗北し、撤退を余儀なくされ、同時に古くからライン川流域にいた、ケルト人、または侵略者のローマ人との混血を繰り返して、アルプス山脈北西部にある、 ライン川上流にて、アレマン人として、民族形成がなされ、同時に、アレマン諸語も誕生した。さらに、系統不詳のスエビニ人とも根結して、アレマン系からシュバーベン人を派生させた。271年には、プラセンティアの戦いに勝利し、同都市を一時占領したものの、皇帝、アウレリアーヌスが率いるローマ帝国軍に、ファーノの戦いで敗れて、敗走した。 367年には、ローマ帝国の属州であった高地ゲルマニアの中心地、モングンティアクムを占拠したが、皇帝ウアレンティニアヌス一世が指揮するローマ帝国軍に敗れ、その後、374年には、アレマン王、マクリアヌスとウアレンティニアヌス一世との間で和平が結ばれた。5世紀に入ると、その領域は、アルプス地方からライン、川中流域にまで拡大した。 しかし、496年から497年にかけて、シュパイアーからハイデルベルク周辺のトルビアックの戦いで、メロビング朝、フランク王国を創始したクロービス一世に敗れ、その支配下に入ると、キリスト教への改修が進んだ。やがて、アレマンジに有力貴族は、神聖ローマ帝国の部族大公としてのチェイリンゲン、家のバーデン編強迫。 ンシュタウ編長のシュバーベン公国として発展させたのである。さらに、アルザス系スイスの小貴族であり、神聖ローマ帝国、オーストリア帝国の君主となったハプスブルク家、ニュルンベルク城博、ブランデンブルク公、プロイセン王、さらに、ドイツ帝国の君主となった方園ツォレルン家、ドナウベルトに機源を持つリヒテンシュタイン家も、元来ハーレマン人の有力貴族であった。 現在では、バーゲンビュルテンベルク州西部からアルザススイスのドイツ語圏はプロテスタントが多く、東部のシュバーベン地方からリヒテンシュタインとオーストリア西端部のフォアールベルク州では、隣接するバイエルン州のバイエルン人同様にカトリックが多い。ありがとうございます。